皆さんおはようございます。今日も今日の一曲いってみたいと思います。ちょっとですね、数日、ちょっと忙しかったり、ライブのリハだったりで、間が空いてしまいましてすいません。はい、今日もですね元気にいってみたいと思います。はい、昨日はですね、まあビーズのリハーサル、ビーズって大変だなって思いながら、やってきたんですけど、まだまだねちょっと頑張んないと、本番下手こかないように、ちょっとね頑張んないとっていう、感じでしたけども、はい、それでは今日の一曲なんですけども、今日の一曲はですね、まあ、最近いろいろねジャニーズさん、話題になってますけども、昔ね、男組っていうねかっこいいロックバンドの、もうジャニーズの中ではね異色の、チームがあったんですけども、その男組のですね、秋の歌歌いたいと思います。それでは行ってみましょう。今日の一曲、男組で秋。稲妻光らせさよならの雨がガラス窓濡らしてく泣き疲れ眠るお前に口づけこの愛を手放すよ。夜空に浮かぶ涙拭えば俺の胸を走るメモリー Just say goodbye With only lonely heart 夢よりも深く愛せなくて Just say goodbye You'll never cry again 二人のもの全て壊した The blue destiny して雨の街歩き出す窓を打ち砕く音に振り向けば微笑みが揺れてゆく震える指で強くガラスの上をたどる最後の Loving you Just say goodbye With only lonely heart 愛よりも遠く旅立つけど Just say goodbye You'll never cry againこの命の限り育てた The Blue Destiny やがて雨は上がるはず別々の生き方輝かせて I can fallJust say goodbye You'll never cry again この命の限り育てた The poor destiny
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、懐かしいですね。まあ、僕もね、久しぶりに聴いてみたら、秋ってどんな曲だったっけなって思って聴いてみたらね、なんかこうボンジョビをね、彷彿させるようなね、80年代ロックっていう感じのとてもかっこいい曲だったんだなっていう、そんな感じでですね、ちょっと久しぶりに歌ってみました。でも昔ね、本当に中学生だったと思うんですけども、その頃に覚えた曲って本当頭の中にね、歌詞までもう全部こう入ってますよね。面白いもんでずっと入ったままなんですよね。いや、懐かしいなと思いながら、聞いてました。当時僕はね、成田くんのねファンだったんですけどね、かっこよかったですよね。はい、ありがとうございます。3日前になるんですかね、尾崎豊さんの、街路樹歌いましたけども、はい、コメント読んでいきたいと思います。熊本さん、いつもありがとうございます。出だしの、踏み潰された機関の前で立ち尽くしていたですね、は衝撃的ですね。谷さんの街路樹、特に尾崎そっくりでした。ありがとうございます。まあ、この歌の中のね、その主役のこうなんか感じになって考えてみると、なんとなくこう分かる感じのね、なんですけども、すごく印象深い、歌詞から始まりますよね。そういうところがこうなんかぐっとね、聴いてる人を引きつけて、離さない、魅力なんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。玉ちゃんさん、いつもありがとうございます。この曲が収録されている、街路樹そのままの、タイトルの CD は、タニーさんが語ってたように、当時の尾崎は自分の曲を、商品扱いされ、作りたくないものに、作らされたと、手記に残すほどに、いやいや出したアルバムだったそうで、ね、なんかそういう話ですよね。でもこの街路樹も、同CD 収録の、遠い空も私はすごい好きな曲なんですよね。最後のララララは尾崎の心の叫びだったのかもしれない。あ、いや、彼はいつでも心から叫んでたかと、ね、本当そうだと思いますね。本当にね、まあ、僕も、まあ、ちょっとだけですけどね、そういう感じの世界こう見てきましたけども、やっぱりタレントとかね、歌手とかね、全てはやっぱりその企業のね、商品なんですよね。なのでそのプロデューサーだとか、そういった人たちの発想とか、そういった感じで、まあそれがね、そのおかげで、世に広く広渡る、まあ、要は売れるっていうこともあったりはするんですけども、自分がやりたい方向とね、全くずれてしまうことも多々ありますよね。はい、まあ、その中でね、自分がどこを選択して、生きていくのかっていう中でね、まあ、ゆいちゃんもそうですけども、尾崎、浜田翔吾さんもそうだと思うんですけども、もう本当ライブ中心でやっていこう、もうメディアはメディアにはメディアはちょっと避けてライブ中心でやってるっていう、それだけでもね、もう本当にレジェンドみたいな感じに、ね、なっちゃうわけですからね。本当に伝わる部分は、テレビ通さなくても伝わる、テレビ通さなくても、伝わるんじゃないかなと、思ってます。まあ、今はね、こうやってね、 YouTube で、個人で発信することができるので、本当自分がやりたいことをね、いくらでも発信できるっていう、まあ、そういう部分ではね、すごくいい時代なのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。早見蓮さん、コメントありがとうございます。この街路樹は完璧、最高。ありがとうございます。ありがとうございます。旧松本さん、どうもお久しぶりです。はい、いつもありがとうございます。いわー、街路樹最高。実は次の江口ギター道場でステージで歌おうかなと考えてました。あ、いいですね。考えてたら谷さんがいい声で歌っていた。ちょっと驚き、ありがとうございますね。以心伝心ですかね。
はい、ありがとうございます。みつこさん、いつもありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。街路樹は初めて聞きました。あ、そうですか。何度かね、あのライブ配信とかでも歌ったりはしてたんですけどね。深いですね、歌詞が難しい。本当にそうですが、心に響くものがあります。そうなんですよ、歌詞の歌の内容はですね、本当に難しい。もう本人じゃないと多分わからない、そんな感じだと思うんですけどね。でもその言葉一個一個のね、言葉からこう伝わってくるものがありますね。偶然にも街路樹を、タブロレットで耳にしたんですが、谷さんの歌い方、尾崎さんの魂が宿ったような感じですね、本当に。あ、そうですか、ありがとうございます。ゆいちゃんの曲また聴いてみたいと思いました。ぬのちゃん、いつ見ても可愛い、癒されますね。いつの間にかね、共演してましたね。はい、ありがとうございます。岸本瑠香さん、いつもありがとうございます。尾崎豊さんで一番好きな歌です。あ、よかったです。あの寂しそうに歌う歌詞が、最高です。そうですね、私事ですが、9月6日長渕剛さんのライブ日本武道館行ってきました。あ、いいですね、やっぱり最高でした。暑いですからね。また9月7日は、長渕剛さんの誕生日ですので、ライブでも聞いた谷さんの有事できたら聞きたいです。みんなでクラッカー鳴らしました。あ、いいですね。あ、そんなクラッカー鳴らしたりとかできるんですね。有事いいですね。有事ですね。はい、まあ僕のためにね、なんか作ってくれた歌らしいのでなんつって。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんばんは。これは愛なのと、俺に尋ねるのをやめてくれ言いたくなっちゃった男ですね、男前ですね。でもそういうこんがらがった恋愛、秋に似合いますね。そうですね、夏でね、盛り上がってね、もう愛し合ってるっていうのが、どん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 ね、片方の愛だけが強くなったりっていう、そういう時期かもしれないですよね。片方はちょっとずつこう冷めてって、片方はもうどん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 っていうね、そんな感じ、すがるような愛とかね、はい、そんな感じもあるかもしれないですね。はい、まあでもね、篠さん男前ですねはい、ありがとうございます。中村隆弘さん、いつもありがとうございます。中村です。尾崎の街路樹お久しぶりです。よかった、のびのびとよく声と通り名曲ですね。ビーズやってから声スタンディングみたく出てくる気がします。ゆいさんの歌詞、良いのに残念ですね、本当残念ですね。また復帰すればと思います。ではまた。なんかゆいちゃんのね、サイト、フラワーのねサイトを見たらですね、なんか去年までライブ活動してたんです。今年の情報がねないので、休止中なのかなっていう感じなんですけどね。またライブ情報が出たらですね、一度はちょっとね、ライブ見に行きたいですね。でできればご本人とねお会いして、握手とかでもできればいいなと思ってるんですけどね。あとそれからですね、ビーズの声を出すっていうのはね、もうキーが僕のもう全開、キーがもう僕の限界を超えてるキーなので、かなり大変なんですけども、でもビーズの歌を歌うとやっぱり喉をね思いっきり開かないと、歌えないので、その喉を思いっきり開く感じが、他の歌を歌ったりするところにもね、いい感じで影響してるんじゃないかなと思います。はい、なんとかね頑張って、まあギリギリなとこですけども、頑張ってね、いいライブができればいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、この3日間もスパム扱いのコメントは、ありませんでしたね。はい、ありがとうございます。最近ね、なんか過去の動画にね、コメントたくさんいただくようになりまして、なんかアルゴリズムでこう過去の動画が再生される、おすすめで出てきやすくなってるのかなって感じするんですけどね。はい、はい、今日はですね、ちょっとホームセンターに行って、ビーズと言ったらですね、ビーズって書いたね、足のっける
あのステップがあるんですけども、あれをちょっと真似してね、ちょっと小ぶりな感じでちょっと作ってみようかなと、思ってるんですけども、ちょっとホームセンター行って、物色してこようかなと思います。はい、まだまだね暑さ続きますので、ぜひ皆さんね、この湿度がね、異常に湿度が高かったりするので、ぜひ皆さん熱中症気をつけてください。はい、それでは皆さん素敵な週末を。それではまた明日。